楽しかった。楽しかった。パッ、こんにちは、ヒエンです。今日はちょっと一日中予定があって、やっと今帰ってきて、もう本当に疲れてしまってすぐに寝たいので、今から寝るまでの爆速ナイトルーティーンを撮っていきたいと思います。こういう急いでる系が久しぶりなのかなっていうふうに思うんですけど、つべこべは寝始めますか？それでは、スタート。はもう食べてしまったので、あと本当に寝るだけっていう感じなんですけど、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。とりあえずお風呂に入りたいと思います。今日は半身浴とかせずにもうすぐにパパパッと入ってきます。今日のクレンジング、こちら白たまぬクレンジングバーム。この前イベントをした時にひよみの子が白で働いてるって言ってて、お誕生日も近かったからプレゼントって言ってくれたアイテムなんですけど、今日はこれでクレンジングをしたいと思います。お風呂の中で落とすのでクレンジングはこれを使うっていうのだけと、あと紹介できるのはシャンプーとかかな。ウカのシャンプーリンス、髪の毛もすっごく柔らかくなるし、髪の手触りが気持ちよくってストレスなく乾かせるので、忙しい時にもういい気分でケアできるかなと思ってこれを使います。はい、では大急ぎでお風呂に入ってきます。お風呂から上がりました。顔をまずこのコットンペーパーで軽く拭きます。その時に私は松葉をしてるから、松葉の流れも綺麗にしておくとカールがしっかりキープされます。まずこちら塗ります。北海道産プロテオグリカン、群馬からもらったものなんですけど、保湿に特化した鮭のね成分って言われていて、最近ちょっと保湿もしっかりしたいので、これをまず洗顔後の肌に塗る。これは保湿とかもそうなんだけど、結構エイジングケアとかそっち系にもいいものって聞きました。花粉で乾燥してる感じがしたのでこれを塗りました。次、やっぱりパックは必要ですよね。ってことでサムバイミーのレチノールインテンスリアクティベイティングマスク。これレチノールマスクって言って、レチノールの成分が入ってるんですけど、敏感肌のための成分爆弾低刺激レチノールマスク、結構多くの方が使えるんじゃないかなって思います。髪の毛の100分の1の細さでできてる繊維を使ってるらしくて、このシートがすごい滑らかで密着度が本当に抜群にいいって感じ。でも少し大きいので、こういう風に折り曲げて自分の顔に合わせて使ってます。レチノール、レチナール、バクチオールの成分が入っていて、三重シナジーで敏感肌の方でも使える処方になってるみたいなので、すごくない？レチナールとバクチオールはビタミン A の一種で、バクチオールとかは次世代レチノールって言われてる成分らしいです。その成分が全部入っていて、しかも敏感肌の方にも使えるっていうアイテム。そしてこの密着度最高。レチノールって聞くと皮むけとかそっちのイメージになっちゃうかもしれないんですけど、保湿系なので安心して使えるかなって思います。あとは10種類のヒアルロン酸が入ってるみたいで、その水分をしっかり肌に浸透させてくれるっていう感じみたい。成分の作り方も弾性リポソームって言って、その作り方が肌の奥までしっかり入れ込んでくれるらしいです。余った美容液は上に塗ったり、私は首とか腕とかに塗っちゃいます。パックをしてる間にボディケアをしたいと思います。アベンヌトリクセラ NT フルイドクリームを使ってます。最近さ、体が敏感になっててすぐ荒れちゃうというか、かぶれちゃうんですよね。下着とかもゴムというのかな、そういうので痒くなっちゃったりして、最近はもう本当に体に優しいもの、刺激にならないものをつけてます。その時の自分の調子にもよると思うんですけど、前よりも敏感になってるなっていう気がするって感じで、最近はもうもっぱらアベンヌです。はい、着替えました。ロブサルツマンっていうところのオーガニックコットンのパジャマで、すごいね着心地がいいんですけど、お友達がね結婚お祝いでゴリ君とお揃いでパジャマをプレゼントしてくれて愛用してます。髪の毛が乾かないうちに櫛で整えておく。
最初にやっておくとアホ毛があんまり出なくなるから、スキンケアのどっかのタイミングでやっておくとすごくね、後で乾かした時に楽です。そしたらこの韓国で買ったのかな、髪をまとめておいて次のスキンケアに移ります。これ結構ねベタつかない、美容液がクリームなんですけどベタつかないので、そこもね結構使いやすいなって思うポイントです。首とかにも塗ってなじませてあげたら、この上から、まあ、化粧水を塗ってもいいと思うんですけど、結構しっかり保湿されてるしそんな必要ないので、そのまま美容液を塗ります。こんな感じです、もちもち。そしたら美容液はこちら3枚目のレチノールインテンスリアクティベイティングセラム、これもレチノールの成分が入ってる美容液なんですけど、敏感肌の方でも使える低刺激のレチノールセラムになっているので、これはねもう弾力が結構すごくてもちもち肌になれるので好きです。乳液みたいなちょっとサラッとしたテクスチャーなので塗りやすいですね。 DD ケアできるレチノールセラムなのでお肌に合う方は使うといいんじゃないかなって思う。もうスーッと伸びてくれます。でも一応レチノール系だから最初パッチテストはした方がいいと思うんだけど、敏感肌の方でも使えるようなものなのでそんな強くはないと思う。私がもともと結構肌が強いっていうのもあるので私は全然大丈夫なんですけど、よくない？もっちもちなの、わかりますこのもちもち、最高。これで安心して夜も寝られる。で私今ピッ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 ってつけて多いんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、私はそんなことなくって、たっぷりつけてあげても本当にねベッタベタっていう感じにならないので、そういう使用感も結構おすすめできる。このセラムにもレチノール、レチナール、バクチオールの成分が入っているものになります。やっぱセラムを塗ってあげると一段ともちもち感がありますね。そしたらクリーム、私が最近好きなオルビスユージェルモイスチャーライザー、これもねエイジングケア系、テクスチャーがすっと伸びてくれるんだけどしっかり保湿してくれるっていう使用感がちょうどいい好きなクリームです。どのスキンケアとも相性がいい気がする。うん、最高。最後にアイクリームです。3倍目のレチノールインテンスアドバンスドトリプルアクションアイクリーム、これアイクリームなんですけど私は結構多めに出しとくんですよね。このぐらいめっちゃ多いと思うじゃん。めっちゃサラサラっていう感じでもないんですけど、ちょっと弾力のあるクリームっていう感じかな。重たさが全くないのですごい使いやすいんですけど、これはたるんだ肌と毛穴に弾力を与えてくれるアイクリームって言われていて、まあ、特に乾燥が気になるところとか、私はこういう目元とかあとおでこ口元にも使えるので、そこがね結構いいなって思って私は多めに出してます。こういう口のさところだったり、おでこ、ここのシワが気になるんだよね。これこういうところに塗ったり、あとは首にも塗ってます。だから結構多めに出してももったいなくない。レチノールの成分とあとナイアシンアミドの成分も入ってるので肌をツヤツヤにしてくれます。これも低刺激のアイクリームなので、一番初めに使うときはパッチテストした方がいいと思うんですけど、割と多くの方が使えるアイテムなんじゃないかなって思います。でスキンケアは完成。よくない？最近ね肌の調子はいいです。ニキビができるわけでもなく、乾燥はまあ普通に生活してる分ではちょっと感じる時もあるし、なんか花粉症で鼻をめっちゃ噛むのでここら辺はちょっと乾燥がすごいんだけど、それ以外は肌荒れはないかな最近。そしたら髪の毛を乾かします。ドライヤーは愛してやまないレプロナイザーです。私は 27D プラスなんだけど 4D プラスでも全然いい。乾きました。ツヤツヤ。なんかウカのシャンプーとコンディショナー使うと本当に洗い流せないトリートメントを使わなくてもサラサラになるから本当におすすめ。そしたらリビングで体のケアをします。その前に歯磨きをしちゃいたいと思います。じゃあまたリビングで。髪をまとめました。寝る前に洗濯物があったので、そしてストレッチして寝る。ゴリ君はなかなか忙しいみたいで、今日は夜ご飯を一緒に食べなかったんですけど、朝ご飯一緒に食べたからよくするか。このキットブルーの下着着てるんですけど、すっごい柔らかくて気持ちいいから、ぜひ下着に困ってる人いたら買ってみてほしい。すっごい柔らかくて、こういう
生地なんだけど、セクシーな感じとかはないんだけど、女の子らしい可愛さっていう感じ、すごいおすすめです。昔は結構ベクシーとかのショーツしか履かなかったんだけど、最近さ、ハワイに行けないっていうのもあるんですけど、全然着なくなっちゃって、下着も変わっていくっていうね、いろいろ変わるけど、下着の好みも変わる。洗濯物の畳み方ってみんなどうなんだろう。私もうめんどくさくて真ん中を折っちゃってるんですよ。でも折ったら真ん中にさ、跡がつくじゃん。そういうのが嫌な方はどういう風に畳んでるのか。あとね、バスタオルがプラザの購入品で紹介した育てるバスタオルみたいな、それがすっごい気持ちよくて結構いいなと思ったから、もう一個買おうと思ってるんだけど、みんなにもおすすめです。美容系のおすすめじゃなくて、こういう日用品のおすすめみたいになっちゃってるから、洗うたびにふわふわなって新感覚って感じ。普通どんどんへたれていくじゃないですか。じゃあ洗濯物は畳んじゃいます。はい、最近の美容グッズ、そんな新しいものではないんだけど、これプラザで買ったこの耳のコリを取るやつ、これが結構痛いんですけど、気持ちいい気が、痛いの方が勝つかな最初は。でも終わるとなんかふわーってなるんですよね。こっちが小さい穴、こっちが大きい穴ってあるので、自分に合わせて耳のケアもしてます。あとはフライングタイガーで買ったこのボール、足の裏でコロコロさせる、これはあんま変わらないかも。プラザで買ったこの猫の手、全身をこういう風にさすってマッサージします。足はこういう時、疲れてる時はこのボールをコロコロするだけ、それだけで全然違うから。はい、こんな感じでマッサージします。で、あとはこのイオンドクターのネックウォーマーを履いてから、温められるところは温めて寝るっていう感じ。1日の最後にこのマイブックを書くと決めているので、今もうこのぐらい、したらサプリを飲んで今日は寝たいと思います。最近はサプリはあんまり飲んでなくて、ザクロス、ナヒータのオーガニック発酵ザクロ 100% ないと、寝る時にスプーン1杯ぐらい飲んでるんですけど、今日もそれを飲めます。すごくね、美味しくて、ソーダで割ったりしてもいいんですけど、私はこのまま飲んじゃってます。そしたら寝る前にリップスリーピングマスク、ファミのやつを塗るのも今日課なので、リビングでフランキンセンスインテンスハンドセラムでの美容液を塗って、アベンヌ薬用ハンドクリームエンディッチっていうやつ、手のね、エイジングケア、張りツヤを与え、乾燥による小じわを目立たなくする塗り、今日は寝たいと思います。完全に、はい、って感じで、今回は帰ってきてから爆速ナイトルーティンを撮ってみたんですけど、いかがでしたか？お風呂入ってスキンケアして寝るだけっていう、ちょっとコンパクトな動画になったのかなと思うんですけど、今回使ったサムバイミーのレチノールのアイテムたち、アイクリーム、セラム、マスクがすっごく敏感肌の方でも使えるレチノールのアイテムたちなので、ぜひ皆さんにも使ってみてほしいです。特にアイクリームとかは目だけじゃなくて、口元だったりおでこだったり、私は首とかにも塗ってるから、そういう使い方もしてみたらいいんじゃないかなって思います。プラザ、ハンズ、ロフトなどで買えるんですけど、詳しい情報はいつも通り概要欄に書いておくので、そちらをチェックしてみてください。って感じで、この動画が楽しかったり、また私のナイトルーティーン、モーニングルーティーンでも見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニャー。